アキレウスとアイアース。紀元前500年頃アキレウスは、ギリシア神話に登場する大英雄で、ホメーロスの女ジ子ジシ、イーリアスの主人公である。ラテン語ではアキレス。プティアの出身で、プティア・オーペーレウスと海の女神テティストの間に、生まれた、アイアコスの孫にあたる、スキューロス等の王リュコメーデスの娘でイダメアとの間に、ネオプトレモスを設けた。トロイア戦争には、 ミュルミドーンビトを率いて50隻の船と共に参加し、たった一人で形勢を逆転させ、敵の名称をことごとく打ち取るなど、無双の力を誇ったが、戦争に勝利する前に弱点のかかとをいられて命を落とした。足が速く、イーリアスでは、瞬足のアキレウスと形容される。アキレウスが生まれると母テティスは、息子をフの体にするために冥府を流れるカワスチュクスの水に、 息子を浸した。その時、テティスの手はアキレウスのかかとを掴んでいたためにそこだけは水につからず、かかとのみは不死とならなかった。別の説では、アキレウスはテティスに焼き殺されかけ、失った足の代わりに最速の巨人ダミソスのかかとの骨を与えられたが、ここが弱点になったという。テティスはアキレウスを養育しなかったので、ペーレウスはアキレウスを ケンタウロスの賢者系ローンに預けた。アキレウスは長じて英雄となるが、トロイア戦争でかかとをパリスにいられて死に至ることになる。かかとからふくらはぎにかけての剣である、アキレス剣はこの相話にちなんでいる。オデュッセウスと女走するアキレウス。紀元前480年頃テティスは、アキレウスがトロイア戦争に加わると命を落とすことを予言し、アキレウスをスキウロス島に送り、 女の格好をさせておいた。アキレウスはここでスキューロスオリコメーデスの娘デイダメアとの間にネオプトレモスを設けた。そこに商人のなりをしたオデュッセウスが勧誘に来た。彼は女向けの商品の中に武器を混ぜて展示した。女たちが見向きもしない中、アキレウスだけが武器に手を出したため、彼は正体を暴かれてトロイア戦争に引きずり出された。 トロイア遠征のために集結したギリシア軍であったが、逆風のためアナトリアへ渡れなくなってしまった。そこで総大将アガメムノーンが信託を求めたところ、娘イービゲネエアを女神アルテミスに生贄として捧げれば解決するとの予言を賜る。アガメムノーンは苦悩したものの、結局家族への愛情よりも名誉欲と対象としての責任を優先させ、 イーピゲネアをアキレウスとの縁談を名目に呼び寄せた。このことはアキレウスには全く知らされておらず、イーピゲネアについてきた彼女の母、クルタイムネエストラーが挨拶に来たために、初めて知ることになった。勝手に名前を使われたアキレウスはアガメムノンに、息通ると同時に騙されて、生贄にされかけているイーピゲネアに同情し、クルタイムネエストラーと共に、必死の除名運動を行った。 しかし二人の嘆願も虚しく、イーピネ,ネ・レイアは、生けとなったため、両人はアガメム能に深い遺恨を抱くに至った。矢で負傷したパトロクロスを治療するアキレウス。紀元前500年頃アキレウスは、友人パトロクロスと共に、ミルミドーン人たちを率いて、トロイア戦争に参加していた。ギリシア勢が、トロイア戦争を開始してから10年目、ある事情により、 戦利品で愛称のブリーセイスを総対将アガメムノオンに奪われた。理不尽な行為に腹を立てたアキレウスは、それ以降戦いに参加しなくなる。アキレウス大臣と共に神々の加護を失ったギリシア勢は、名だたる英雄たちも傷つきそう崩れとなり、人地の中にまで攻め込まれる。これを見たパトロクロスは、出陣して、 ギリシア勢を助けてくれるようアキレウスに頼んだが、アキレウスは首を縦に振らない。そこでパトロクロスは、アキレウスの鎧を借り、ミュルミドーン人たちを率いて出陣する。アキレウスの鎧を着た、パトロクロスの活躍により、ギリシア勢は、イーリオス勢を押し返す。しかしパトロクロスは、イーリオスの王、プリアモスの息子で事実上の総大将である、ヘクトールに撃たれ、 アキレウスの鎧も奪われてしまう。パトロクロスの死を、アキレウスは深く嘆き、ヘクトールへの復讐のために出陣することを決心する。テティスは、アキレウスのために新しい鎧を用意し、アキレウスに授ける。出陣したアキレウスは、イーリオスの、名だたる勇士たちを葬り去る。形勢不利と見てイーリオス勢が、城内に逃げ去る中、門前に一人、ヘクトールが待ち構える。 ヘクトールの死体とアキレウス。紀元前490年から480年頃、キリシア勢とイーリオス勢が見守る中、アキレウスとヘクトールの一騎打ちが始まる。アキレウスはヘクトールを追い回し、ヘクトールは逃げ回ってイーリオスの周りを三度回る。しかし、ついにヘクトールはアキレウスに冷酷な殺し文句と共に打たれる。アキレウスはヘクトールの鎧を剥ぎ、彼を 戦車の後ろにつなげて引きずり回す。復讐を遂げて満足したアキレウスは、様々な商品をかけて、パトロクロスの霊を慰めるための競技会を開く。競技会が終わった後も、アキレウスは、ヘクトールの遺体を引きずり回すことをやめない。ヘクトールの父プリアモスはこれを悲しみ、深夜、アキレウスの元を訪れ、息子の遺体を返してくれるように頼む。アキレウスはプリアモスをいたわり、 ヘクトールの遺体を返す。ヘクトールの葬儀の記述をもって、イーリアスは終わる。ペンテシレイアと戦うアキレウス。紀元前520年頃ヘクトール亡きアといい、リオス勢は、意気消沈するが、アマゾーンの女王で、女神のごときペンテシレイアの火星により、再び勢いを盛り返す。ペンテシレイアは、ギリシア勢の名だたる英雄をなぎ倒して暴れ回るが、 無謀にもアキレウスに挑戦し、命を落とす。アキレウスは、遺体となったペンテシレイアの美貌に目を奪われ、殺してしまったことを後悔する。テルシーテイスがそれを笑うと、逆上したアキレウスは、テルシーテイスを撲殺した。ペンテシレイアの死後、再びイリオス勢は、意気消沈するが、エチオピア勢を率いてきたメムノオンの火星により、元気を取り戻す。メムノオンは、 ネストールの子、アンティロコスを倒すなどして活躍するが、アキレウスに打ち取られてしまう。王を失った、エチオピア勢は戦場を去っていく。アキレウスの武具を争うアイアースとオデュッセウス。紀元前520年頃メムノーンを葬り去った。アクる日、アキレウスは、イーリオスのスカイアイモンの前で戦っていたが、急所のアキレス剣をイーリオスの王子パリスにいられ、瀕死の重傷を負って倒れた。 しかしアキレウスは再び立ち上がり、イーリオス勢を追い回す。が、ついに予言通り死の運命が彼を捉えた。パリスをはじめとするイーリオス勢は、アキレウスの遺体を奪おうとしたが、ダイアイアースとオデュッセウスに阻まれた。アキレウスの遺体を確保して後、アキレウスの甲冑をめぐってオデュッセウスとダイアイアースが争い、オデュッセウスが勝ちを収める。これが原因で、後に、 ダイアイアースは命を落とすこととなる。その後、アキレウスの子ネオプトレモストッピロクテーテスの持つヘイラクレースの弓なしにはイーリオスを落とせないという予言が下り、今度はネオプトレモスが引きずり出される。イーリオス陥落後、ネオプトレモスの夢の中にアキレウスが現れ、プリアモス王の娘、ポルクセネエを自分の墓に捧げてほしいと語った。さもなければ、 ギリシア勢の帰路を妨げるというのである。生前、アキレウスはポルクセネーに恋焦がれ、未練が残っていたのだ。このため、ネオプトレモスはポルクセネーを手にかけ、アキレウスの墓に捧げた。オデュッセイアにおいて、オデュッセウスは冥府を訪れる。オデュッセウスは死人となったアキレウスと語り合う。アキレウスは死人の王になるよりも、 生きてつまらぬ男に仕えることの方がマシだと語り、ズ子ネオプトレモスの活躍と安否を問う。オデュッセウスが、ネオプトレモスの活躍について語ると、喜び満足して去っていったという。なお、一説には、アキレウスは死後、神々の楽園へルシオンに迎えられたという。ありがとうございます。